どうも皆さんこんにちは。そして今日は動物たちを好きなように動かして人間を襲います。あのね、もうね、もういきなりちょっとおかしいんだけど、見てこれ、足をください。足をくださいって出てたけど、でここにインヌがいるからね、もうちょっと体勢おかしいけど、このインヌの足を、左足を持ってくればいいんだらしいんだけど、お前ばい、インヌ、インヌ大丈夫か、インヌ左足をボーンと、よいしょ、顔面に、よいしょ、あれ顔、よいしょよいしょ、こんな感じで人間の顔面をパンチすればレベルクリアになるっていうね、神ゲームです、マジで。ちなみにこのチャンネルではね、神ゲームしかやってないんで、神ゲーム好きな人は高評価とチャンネル登録をしてってね、コンティニューっていうことで。お、来たね。インヌがまたいるぞ、インヌが。座ると、舐めてんのかと。俺を座らせれると思うなよと。俺は浮くんだと。座るんじゃないと。全く驚いてない。目の前のペットが浮き出したというのに、足を、ぴょんとしてね。反抗期です、この犬は。突進くれ。おめでとう、大丈夫、犬、犬大丈夫か、犬。すごいことになってるよ、ペットが目の前で。待って、バグり始め、やばい、バグり始めた。この体勢でお座りに近づいてきてるってことですね、皆さんね。素晴らしいんじゃないでしょうか。もう関節がすごいことになってるね。よし、よし、よし、もうちょっとお座りだよ。もうちょっとお座りだから。俺だってお座りしようって頑張ってんのよ。よいしょー、見てください、皆さんね。さすが、柴犬。タップして食べる。え、手食いちぎれ、手食いちぎれ。おー、見てください、指がなくなってるでしょ。こうなっちゃうんですよ。凶暴すぎる犬を飼うと。子犬を助け、あー、撃たれた。え、犬大丈夫か、犬、犬やばい、うわー、犬がどっか行った。え、犬どこ行った。え、めちゃくちゃ離れてんだけど、やべ、ついてこい、こいつらも、あ、やばい、腕めちゃくちゃ伸びてか、犬どっか行ったんだけど、全員子犬を助ける以前に子犬がいなくなりました。今のはミスったね、ちょっとね、吹っ飛ばしちゃった。だからこいつ、何これ、あげればいいのか。よいしょーっていう感じでね、優しく犬ちゃんたちをね置いてあげると、こういうことだね。おー、見てください皆さんね、寝てると。可愛いね、コーギーかな。俺コーギーめっちゃ好きなんですよね。あのプリプリしたお尻が可愛いと。プリケンですね。ドーベルマンっぽいのあるよ。フェッチフェッチ取れと。だからこの骨をうまい具合に拾いに行くとね、普通の犬じゃないから一回転していくと。俺は普通の犬じゃないんだとね。お、取った、今見ましたか。はいはいはい。お、彼女を抱きしめ、あ、優しく抱きしめろと。可愛いね。でもちょっと可愛さが足りてない。もうちょっと可愛くできるね。ゆっくりと近づいていくとね、まずゆっくりと近づいてってね、あー、いい子ですよとね、いい子ですよと、お座りさしてね、で腕を上げて、いや、ちょっとそしてね、優しく抱きつくと思いきや、パンチですよ皆さんね。こういうぐらいですよ、パンチと体をっかこいつ、これなんで生きてるの、こいつ。おい、お前、餌をもっとくれ俺に。餌毎日10回ぐらいちょっと待って、これヤバくない？イルが最強形態になったぞ。二足歩行になってる。ざけんじゃねえ。これは止められないね。はい、っていうわけで皆さん、これが完成形です。コンティニュー。子犬を可愛がる。子犬か、可愛いね、お前は。本当にね、来てるよ。あ、泣いてる。泣いてるのかわいそうだね。まあ本当は答えはこれっぽいんだけど、もっといい方法がありますね。全力で上からのしかかるというね、一番それがいい。相手もびっくりするから。もうね、悲しんでる場合じゃないから。犬が上からのしかかってきたらね、こんな感じでもう一体化したらね、悲しみは和らぐでしょう。大丈夫だよとね、もしもこの動画ペットが見てたらぜひ参考にしてください。大丈夫だよとね、時には優しく、時には厳しくと。よいよいしょー、お腹をさする。うわー、あ、猫ちゃんが登りたいんだと。ここに木の上登りたいというわけで、猫ちゃんをよいしょーとね。あ、見つかったね。あー、どこ行った猫猫消えたんだけど。はい、というわけで今機械トラブルがあったんですけど、猫ちゃんはね、普通にね、こうやってね、もう空飛べるから、この猫ちゃん。おい、完璧だね。登ってた意味あったかと。あ、で、あれか、木にぶら下がりたいんかな。かわいいね。木に体貫通してるから大丈夫かと。皆さん大丈夫なんですよね、やっぱ猫ちゃんは。猫ちゃん体柔らかいから、そんなことじゃ死なないと。猫ちゃん強い。この猫ちゃんやばいな、いろんなとこにぶら下がりたいんだね、これね。だから、まずおい、こっち見ろ、こっち見ろ、お前、おい、こっち見ろ。やばい、猫ちゃんが暴れてる。大丈夫か。おい、とりあえず猫ちゃん落ち着いたというわけで、よいしょ。ちょっとね、ぶら下がる場所間違えたね、これね。でもいい感じじゃない？ああ、乗っかった。なんだその体勢。やばい、怒ってない？めちゃくちゃ威嚇してる。飼い主のこの顔死んでない、マジで。なんで俺この猫飼ったんだろうみたいな。餌をよこせ、これに。餌をよこせ。うぃ、でも可愛い。でも可愛いね。喜んでる。やって喜んでるね。顔は死んでるけど。今度これ。草を食うだって、皆さん。草を食うっていうかね、ごく普通に食べていけばこれクリアなんでしょう、これ。全然食べようとしないね、これね。よいしょー。あ、なんか言ってるの？水を飲む。あ、
大あすごいすごいね、貫通してったね今ね。それらを鼻に触れさせる、なんだその日本語。足を鼻に当てるっていうのか、得意分野でしょ皆さんね。こっちよりほら鼻に、あーなんだ今の。ラブストーリーを始めようって言ったんだけど、もしかしてインヌが別のインヌと会うのか。光ってる、閃光弾撃ってた今部屋で。彼を吠えさせる、どうやって吠えさせんの。閃光弾撃ってる部屋、ん、あ誰か出てきた。あちょっと悲しいね悲しいね、子犬を助けてストーリーを続ける。いいの、ここに来てと。やばいよこれ、実験台にされるよ。犬逃げろ、屋根ないぞこの家。犬びしょびしょだから、あでも優しいね、やっぱ乾かしてあげてんだね。でもさ家に屋根ないからさ雨降ってこない、いいんですよね皆さんね。おお、人間に行く。逃げろ、今のうちに逃げろ、逃走しろ、乾かしてもらっただけで逃走しろ。こっちの部屋何があんの、いけないな。まあいいや、しょうがないから行ってあげましょう。おお喜んでる、ちょっとおしっこしたそうだよ、ちょっとトイレ我慢してると。わかりますその気持ち、俺も人生通して結構トイレ我慢するってことが多かったのですごいわかる。翌日仲良くなってるよ、なんていい日で遊ぼう、ボールで遊ぶか散歩に行くかみたいな感じ。首輪をつけるだって、あかわいい、なにこれかわいいね、見てください。もうねめちゃくちゃ外してきてね、外しようがない場所を外すっていうね。おー、どこ行くのどこ行くの、ボールを投げればいいの、こっち。あ投げた投げた、なんかすごい平和だね。あ俺の相手をしろと、本ばっか読んでないで、俺の発信だぞなんか犬、え何倒れたの、本ばっか読んでないで俺の相手をしろと、怒りまくった犬がついに超能力を手に入れたと。おいお前のことや、怒ってんねん、怒ってんねん俺は。やでいやでいやでい、お何だこれ、私あなたを崇拝しています。いやーなんで同じ再生すんねん、おかしいやろこの人間、やばい、こ奇妙な奇妙な家庭だ。また出たこの人、顔が死んでる人、こっちに来てって言われてるんだけど、お前こっちに来い。猫の怒りが爆発する、おおかっこいい、硬い猫のせてる。あーオッケーオッケー、分かってきた分かった、だからパンチすればいいんだと、パンチ、日頃の恨みをパンチで、よいしょと、その髪型をやめろと、なんだその髪型だと、早く美容院行ってこいと。いけた、かわいい、でも喧嘩するほど仲がいいって言うから運転を進んでって出たんだけど、もうえぐいぞこの猫、よいしょ。お前やばい、こんな猫見てることありますか皆さん、こんなアクロバティカ、え何今の。あーこれはねかわいいね、猫がねパソコン作業やってる時にキーボードの上で寝ちゃったと。猫をキーボードから話します、話せると思うねよ、俺を話せると思う。どこ行った猫、猫どこ行った、猫大丈夫か、猫が大丈夫、生きて帰れると思うねよと。俺のパンチを彼にかわしてやがるこいつ、もしやこやつ地球最強の男か。ジャブジャブジャブ、右フック、右フック、左キック、ドロップキック。ゾウを可愛がるって言ったんだけど人間持ち上げる、これやばいって、この人かっこやばくない、なんかお尻プリッとしたらない。よくも俺を触ってくれたな、お前よくも俺を先触ってくれたな、ぶん投げろ。どこ行った、あどこ行った人間、人間が、あ、人間いる、あ、人間いた、人間いた、生きてるこれ、これ死んでますね。はい、というわけで皆さんも凶暴すぎるペットには気をつけましょう。